日本とモルドバの関係では、日本とモルドバの関係についてが一説する。中日モルドバ大使館が入居する、ビルモルドバ大使館は3階に、入居1階に飾られた両国の、国旗中日モルドバ大使を務めたバシレブマコフ1991年8月、モルドバがソ連から独立すると日本は1991年12月28日に、モルドバを国家承認。 翌1992年3月16日に、両国の外交関係が開設された。2015年12月8日には、東京に、駐日モルドバ大使館が開館し、2016年1月1日には、キシニョフに大モルドバ日本国大使館が開館。ジョージアウクライナーゼルバイジャンモルドバの4カ国は、民主化の促進と、市場経済による経済発展を共通の目標として、 民主主義と経済発展のための機構グアムを結成。日本はこの4カ国と数度の会合を開き、グアム日本を形成して、東欧との関係強化を図っている。2008年1月には、モルドバ共和国外務、欧州統合大臣のアンドレー・ストラタンが訪日し、外務大臣のコウムラ・マサヒコと外相会談を実施。日本は、モルドバの市場経済化や自由化を支援し、 モルドバは日本の常任理事国入りを支持する日本・モルドバ共同プレスステートメントが発表された。2018年7月には、モルドバ共和国外務欧州統合大臣のトドリュー・リアノブスキが訪日し、モルドバの欧州統合についてが不可逆であることが河野太郎との外相会談で示された。また、経団連との懇談を実施し、モルドバの経済情勢、 ビジネス環境について説明がなされ、記者会見では、市場経済、法の支配、人権やメディアの自由を尊重する、西欧型路線を邁進しているモルドバに対し、日本からの一層の投資を呼びかけた。2019年10月には、モルドバ大統領として初めてイゴルドドンが訪日し、即位礼正殿の儀に参列した。 2014年8月には外務大臣政務官の牧野隆夫がモルドバを訪問。モルドバ大統領のニコライティモフティアモルドバ首相のユリエ・レアンカと会談を実施し、モルドバ支援についてが話し合われた。2015年9月には内閣総理大臣補佐官の木村太郎がモルドバを訪問。モルドバ首相、バレリウ・ストレレツなどの要人と会談を実施し、また草のネーム賞案件。 シミシリア私立教育機関における教育環境改善計画引き渡し式に参加して、モルドバとの友好関係を深めた。2016年9月には、外務大臣政務官の滝沢元務がモルドバを訪問し、モルドバ首相のパベル・フィリップや大統領のニコライチモフチと会談を実施し、モルドバへの投資拡大などが話し合われた。欧州の新興国であるモルドバは、 市場経済化の途上にあり、日本は積極的な経済支援を実施。主要な円借管事業としては、2013年のモルドバの医療水準を向上させる医療サービス改善事業、2020年の農業機械設備近代化事業が挙げられる。また、無償資金協力としては、農業生産力を向上させる農業機械化訓練センター機材整備計画、 エネルギー自給率が低いモルドバの現状を是正する太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画、同じくエネルギー分野での支援であるバイオマス燃料有効活用計画などがある。2019年の対モルドバ貿易は輸出3.8億円に対し輸入27.6億円と日本の赤字である。輸出品目は機械類やゴム製品など輸入品目は衣類や 食料品などとなっている。また、モルドバは、近隣の東欧諸国と比較して、人件費が安く、欧州連合との自由貿易協定を2016年に結んでいることから、多くの製品が無関税で EU に輸出できるという、地のりがあり、新たな欧州の生産拠点として、近年注目されつつある。住友電工のドイツ市会社で、自動車用、 ワイヤーハーネス事業を行う住友エレクトリックボードネチェ SE はモルドバのオルゲー県に生産拠点を設置した。在モルドバ日本国大使館では日本人形展やいけば花のデモンストレーションが実施されており日本文化を発信している。在日モルドバ人としては外交官のアンドレイ・ポッポフが静岡県立大学附属広域ヨーロッパ研究センターの客員研究員として活躍した。 経験があり、静岡県を中心に日本と交流を実施、文化無償協力も数多く実施されている。近年では、2020年に供与限度額4370万円とする一般文化無償資金協力、国立図書館デジタル化機材整備計画に関する書館の署名、交換が行われた。バシレブマコフ、ありがとうございます。